は蹴るわ。こんにちは、桐沢健一です。妹の高畑舞と母親の高畑咲を本当にバリカンで丸坊主にします。俺がバリ…俺がバリカンで坊主にされてからちょうど1年が経ったからな。ここまで来たらもう頭戻りはできない。シャッハー。丸坊主は明らかに現時点現社会で多いとは異質です。気に入る人はものすごく達観した人だけじゃないでしょうか。俺は奴らに3ミリに揃われて半年間はすごいめっちゃ人の視線が気になったんだよ。この動画は絶対高評価だし、俺はあと209日で引退します。でも坊主にしたら長い髪で隠れていた分の前先の美人顔がより目立つと思うんですよ。やはり前髪や顔の横の毛がある状態より坊主頭にすると顔の全体が見えます。ほら見て、俺も交代してきてるもじいちゃんみたいになる。泣いてるよ。こうやって先頭を気にしたらコムドットならずの切り取った。坊主にして素顔が見ると日頃美女だった二人はより美女に見えると思うんですよ。ハゲは顔を洗うついでに頭をビチャビチャっと濡らしてもタオルで拭いたらすぐ乾くし泣く。泣くよ、グイス、キリザキ、キヨ、チュチュチュ。ただ守備力だけは低下します。怪我ある時代は一定で済まされていたものが坊主頭になったら、アウト、いった、ほんといった、アウト、シェルプの身に変わった。神様、ヒカキン様、マスオ様、助けてください。あのマスオ TV。 やっぱ毛というのは大事なところを守るために生えてるのですね。チンゲンもそうだし、あと坊主は人目が恥ずかしい気がするんです。こんな風にほら髪の毛今取れたよね、やばくねー。別に自分のことなんて周囲の人は誰も見てないって分かっていても自意識過剰と言われればそれまでなんですが、初めてするとすごい気になります。今まで隠れていた部分を露出して歩くわけですから、パンツ一丁で外に出ているのとさほど変わりません。そう簡単にあの二人にバリカンを押し込むことはできない。策略を練った。次、カリスマ美容師さんを家までお呼びしました。スペシャルメイクアップアーティストのケンジです。ガチの美容師セット持ってるんですよね。持ってます。これがね、ビューティフルワールド、みんな知らないですよね。これ1本ね、10万円です。マジっすか。はい、高っ。いきなり人の頭を坊主にするわけじゃないですか。どういう感覚ですか。いやもうそれ人殺しでしょ。ひどくない。女性は髪が命でしょ。俺帰っていい。ガチの美容師っても騙されると思いますよ。そう、あ、指紋がついちゃダメよ。あ、ダメなんですか。これだけでね、切れなくなる。ヘッドバンキングしすぎて中二の記憶が全て開いちゃう。ほら、お母さん、前へ。何？何だったよ。なんでカメラ撮っとるやん。撮らんといてや、今。くつろいとるげんて。撮ってんやねん、今日。何のために撮っとるの。いつも前と先にはお世話になってるや、迷惑かけとるし、動画とかでも。おい、な、迷惑ばっかかけとるな。かけまくるやろ、お前。どんな時でもカメラ回してくるから、本当に迷惑。しかも、あんた前の風呂場のシャンプー使ったやろ。また使ったやん、ね、高いげんぞ。お前なんか汚い髪の毛やし、安いシャンプーでいいやろ、ま。どうせ3日に1回しかお風呂入らんげんから、ね、高いシャンプー使わせてるや。3日に1回の量がこいつ絶対多いや。何プッシュすると思う。絶対5プッシュぐらいするげんよ。それこそボディシャンプーで全部上から下まで洗えばいいげんって。髪の毛分ボディソープで洗ってチリチリになればいいや。どうせお前ね、お風呂入ったって臭いげんし、入る必要ないし。そんな日常生活から2人は俺のこと不快に感じてると思うから。思うのちからじゃないね。不快ね。不快ですよねって聞きなさい。お前の存在全てが不快なんじゃ、その顔も気持ち悪いし、うぜえし。その顔が本当にうぜえ。そんな2人に今日はプレゼントを用意しました。どうせ変なもんやろ。それの。なんか気持ち悪いもんとかやろ。バタバタに連れてきてるの。そんな珍獣なんで連れてきてない。今日は2人に綺麗になってもらう。わざわざ遠くからメイクアップアーティストを呼んでん、カリスマ美容師。で、それで何してくれるの。2人の髪とか顔を綺麗にしてくれない。本当に。マジで。あんたたまにいいことするし、いい動画出そうとするし。だってママ母の日のプレゼントもくれる方し、こいつ何年ってと思っとって。たまにいいことするやん。いい動画撮ろうってちょっとね、改心したんか。心改めようと思ってんの。そうねんで。どうしようママ嫌いの。最近流行りの髪の毛とかになる。そう、なんだかモデル気分だね。これ動画にすることによってタダでやってくれるね。マジか。本当に。イエーイ。で、本当はねえねえねえ、初めてリョウをすごい人だと思った。リョウの動画質をタダにしてくれるんやろ。そう、あんたってすごい人や。普通にやったら1人5万円かかるの。しかも動画にもできるし、一石二鳥じゃない。そうよね。なんかごめん、あんたかっこよく見えてきた。さっきまで気持ち悪いって思っとったのに。いや、かっこいいりょう。やめろ。ありがとうりょう。このサプライズを用意できる男やってんね。そう、でも動画にしなダメやから、動画は回すけどそこだけ我慢して。あ、いや、それはいいよいいよ。だっていつも変なあんね、汚い動画ばっかりで撮るもん。ママ、私も綺麗になれるのってことは、まえちゃんも好きな男の子に振り向いてもらえるってこと。そういうこと。じゃあこのままデート行ってくるわ。あ、行ってきて、うん、今日あるがん予定。そういう、うん、ある。今ほどにもう愛おしい息子やと思ったことない。最悪やな、ババア。ババって。おべえな、お前。突然社長気にした。行きましょう。美容師って完全に信じてるんで。俺は美容師だから。いや、美容師を完全に演じてください。そうだね。連れてきたぞ。ちゃんとカリスマ美容師や。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。そしてイケメン。あんたとは大違いや。黙れ。どんな風な顔とか髪型にしてくれるんですか。もうサプライズ。サプライズですか。ね、楽しみやね。10歳若くかな。じゃあどうしよう。33歳になってしまう。いや、じゃあ20歳。いい息子持ってママは幸せや。やっとであんた産んでよかったと思ったわ。じゃあお母さんから順番にやっていくから、まず迷子部屋行って。わかった。楽しみに待っててください。はい。じゃあお母さんの髪の毛と顔をきれいにしていくから、目隠しして。ねえ、一切見たらダメなの。出来上がるまで絶対にこの目隠し外しちゃダメ。じゃあ始めますね。はい、お願いします。まずはネットをかぶって、はい、え、なんでネットかぶるんですか。頭のね、血行良くするために。まずはここでね、
マッサージもしながら毛穴をね開いてきます。東京はいつもこんな感じですよ。なんか気持ちいい、ポカポカしてきた。リオのおかげでこういうほらビップ待遇できるわけやろ。いつも腹立ててごめんね。リオ年取ったらだん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 ほらお化粧浸透を申し訳なくなるやろ。外出るのあなたのすっぴんは化け物やからな。そうそう、なんやった。でもこれ取ったら素晴らしくなるけど最後は。普段だとこれで5万円ぐらいですね。マジスペシャルコースですね。いやーお母さんには綺麗で長生きしてほしいから。綺麗なまま長生きしたいね。髪の毛に潤いを当てるために髪の毛を蒸します。はい、ただ年取るとキューティクルもなくなってくるんですよね。そうなんですよ。普段病室だと、はい、もう少し機械を使うんですけど、はいはいはい、ここはお店じゃないので、はい、こういったものを持ってきました。母ちゃん一回目隠し帰るから外すよマスク。楽しみ半減するから絶対つぶっとるよ。綺麗になってる感じはするけ今。いやまだ分からんけど、なんか私頭パックしたことなんてない。じゃあ髪ちょっと軽く切ってきますか。カリスマ美容師に私切ってもらったことないげん。りょうなんかすごい切ってない。すごい切っとる。まあいいよ、ママ短くてもいいし。ケニーさん不倫はどう思います。不倫は文化です。嘘です。石田純一。なんかでも髪の毛触られると気持ちいいよね。たまに頭皮マッサージしてもらう。どう思います、この人すぐに離婚届役所に持っていくんですよ。旦那さんにとってはね刺激でいいですよね。綺麗になってお父さんともう一度性行為を営みたいみたいなあるの。あるわいね。その人が嫌で不倫するんやったらまずその人のことをケリをつけてから新しい人探せばいいだけよ。生阿弥陀仏やわ。なんで生阿弥陀仏なん。仏様じゃないげんから。ケンジさんってキムタクに会ったことあります。キムタクありますよ。トップオブザワールドっていうミュージックビデオでご一緒して、うん、どんな人なんですか。本当気難しそうで、あと絶対こう楽屋とか入らないでみんなの前にいるんですよ。あなたの大好きなキムタクに一歩近づけるってことやよ。なんかもう好きっていうかもう崇拝しとるんです。なんかスースーするんですけど今何やってるんですか。毛穴をですね、はい、風で引き締めてる感じですね、はい、もうちょっとでできるん。できるできる。え、早く見たい。前も終わらんかったらママこれ開けれんってこと。そう、前終わってからあなたも同時に開けれん。そんなにママ綺麗になった。どうですかケニーさん。いい感じになりました。頭軽くなった気がするね。第一印象どんな感じママって。エイリアン。え、宇宙一綺麗ってことや。痛い。じゃあお母さんここに座っとって。あ、もうちょっと優しくしてよ。マイ、お前が綺麗になる時間がやってきたぞ。やった、マイちゃん綺麗になれる。長かったね。ママどんだけ綺麗になった。ずっと待ってたんだよ。お兄ちゃんもお前のこと可愛いって思ってくれる。なる。楽しみだね。大学入ってから友達みんな垢抜けてきとんねんけど、マイだけずーっと一緒のままねん。ずっとあんたは中学生の時から見た目が変わらんねって言われるげん。美少女になって好きな人にも振り向いてもらいたいし、家族のみんなにも可愛いって思われたい。ママが美少女化された姿を見れんの。お前が終わってから一緒に見してやる。あ、そうなん。まあ、歯の矯正気持ち悪いぞ。それ歯の矯正しとる人みんなのことを侮辱しとることになるよ。綺麗になるために頑張っとって何が気持ち悪いん。じゃあ始めましょう。今風の感じで。はい、今風で垢抜けさせてください。行きましょう。目つぶっとりゃ。本当にとる。こういったの乾燥したんで、はい、これで少し潤いを与えます。昔されたような感覚とか一切ない。うん、された感覚なんてないよ。すっごい頭すっきりする。テンシル素材で使ってて、はい、これずり落ちなくて、あ、なんかすっきりする。一回5万円の美容整形やからな。前 YouTube で見たらどっか韓国の K-POP アイドル御用達の美容室が5万円するげんて。やっぱりそれと同じレベルってことか。これで彼氏をゲットできます。私、皆さん見ててくださいね。彼氏ができた時は YouTube に公開したいと思います。思い出作りは黒歴史だぞカップルチャンネルは。まえちゃんも TWICE のサナになれるかもしれない。これ髪の毛を蒸してきます。昔されたような感覚ほんとない。ないわいね。だから一回もされたことないねって。こういう綺麗になる系のやつ。自分の好感度上げようと思ってどうしてこの動画作ろうと思ってんの。俺実はね、君たちに綺麗になって顔出ししてほしいんや、マスク取って。あ、それが望みだという。やっぱ中途半端な顔なんて、うちの家族って。やからモザイクかけねんて。お前も中途半端やけどな。やからマスクもつけるし。けどやっぱり綺麗になったら全然顔ここができるやん、世界中に。私の片思い、ゆうたくん、おわりょうたくん、綺麗になる姿をちゃんとこの目で見といてね。なる二人天秤にかけとる。どっちの方が好きな。りょうたはすごくハイスペックでお金持ちやし、医学生なところもあって将来安泰がもう見えとって、でも性格も気取ってなく、しかもなんかフェラーリ乗っとるから他の女と浮気しないか心配や。カーセックスしとったら最悪やな。もう最悪やそんなの。ゆうたは自己顕示欲が低くて、どんな人よりも私のことを思ってくれる最高な男。たまたま良くないよ。なんか髪の毛がさっきと同じ感じに戻った気がする。ちょうどねパックが終わったので切ってきます。なんかすごい切れた感じするけど。え、この音何ですか。めっちゃバリカンの音に似てる。あ、そうです、バリカンです。バリカンで触るんですか。これで、あの、すいてくるんです、髪の毛。すごい。いきますね。はい、最近はバリカンですくんや。すごい最新の技術って感じ。本当に吸い取るげんよね、髪の毛。だって前、拷問やってんって、めっちゃ髪の毛まで。バリカン頭に入れられるなんて初めてかもしれん。バリカンなんて男の子が使うもんや。男の子の襟足とか剃ったり、ツーブルとかするときに使うものやから、女の子には縁がないと思っとった。もしかしたら、TWICE のついみたいな女の子になれるかもしれん。
俺すげえ前髪がシースルーになった感じがする。今までパッツンで重かったから、こんな今時風になれるなんて、まいちゃん大感激。じゃあそれでは仕上げに取り掛かります。あ、お願いします。はい、待っとるわ。でもすっごいもう本当にもう見たくてしょうがないわ。いよいよ前もトゥワイスのサナみたいな絶世の美女になれるのか。ママ、ヒロシスズちゃんみたいになりたい。完成しました。あ、本当ですか。はい、イエーイ、お披露目だね。僕はこれで帰ってもいいですか。ケニーさんも言ってください。そうですか。ちゃんとお礼言いたいんで、やらないでください。俺はいいですよ。可愛くなった私をちゃんと目まで見てくださいよ。ちゃんと優しく持ってってよ、連れてってよ。前も立って。これ撮る前に僕言っときます。僕は今日依頼されてきただけです。はい、それだけは分かってください。素敵だったら何でもいいです。これ気に入らなかったとかって言わないでください。いや、絶対気に入りますから。私ら田舎でしか今まで髪の毛とか切ったことないもんね。舞ちゃん、さっき廊下に出てください。はい、鏡の前で見てもらいます。どうしよう、マジ嬉しい。あー、どんなだったんやろ。じゃあ前もゆうたとりょうたとデート行こう。二人ともいけんやろや。どっちか選べよ。じゃありょうたで、フェラーリ乗りたいから。兄ちゃんのおかげで生まれ壊れたから、これからは自信を持っておしゃれして外に出て行きたい。行きます。3、2、1、イグリッション。違いますよ。なんでやっとけないんですよ。なんでこんなになったの。なんでこんなになったんですね。こんなんで外出ねえや。もう坊主や、坊主どころかツルツルや。じゃあ言ったじゃないですか。ケンジさん、いや俺じゃないっすよ。お前ケンジいい加減にしとるや。前の髪の毛なくなった。前もうデートできんくなるやん。ママだって外買い物でも行けねえよ。デートとかそういう問題じゃないって。もう誰の前にも出れんやん。こんなのどうしてやんですか。ケンジだよ。ケンジだよ。ない、大丈夫じゃない。ママ、前言うよ。まだここ髪の毛あるし、ママ全部やんねえよ。よくないし。ケンジいい感じにしろ。こんな人雇ってんて。いやいやいや、そんなことじゃ。ねえ。いやいや、さすがに。いや、いい加減にしとるや。いい加減にしろよ。お前いい加減にしろ。やめろ、落ち武者近づくな。お前幽霊か。女性にこんなことするってありえんやろ。前とママのことこんないじめてどう思っとる、あんた。こんなんなってしまって、俺はもうママもう坊主だよ。とりあえずマスクつけなさい。ママもつけろ。こんな顔なんね。前とママを世間にさらすんか。あんたね、自分の母親のね、笑い物されてもいいと思ったのが。別に全然いいですよ。生きるが恥だが役に立つお母さんや。はははは、逃げ恥込んだ。キャ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 。ガッキー、ガッキー。ガッキーは幸せになったしよ。ママこんなどん底やねん。彼氏なんて探せねえよ、この頭じゃ。してって依頼されたとしても、ちょっと普通は躊躇しません。いや、やめた方がいいよって、この子バカじゃないですか。いやいや、そうですけど、でも金もらってきてますから。お金もらったからって言って、やっていいことと悪いことあると思うんですよ。だってひどいですよ。途中から良くないなと分かってたんですけど。お前な、お前いい加減にしとれ。これがあなたたちの髪の毛です。髪の毛は女の命ねん。もう無理前。ねえ、何を思ってこんな企画考えてんて。ダメやろが。もういい、お前の動画一生出んから。もう出んよ。私、あんたとはもう縁切る。かわいいんだよ。自分の髪の毛はちゃんと乗せとけ、撮っとけ。お前ふざけんな。カメラこんなつっとんげんって。こんな状態にさせて、お前何回前の髪の毛に痛い目合わせとんが。お前、前が成人式前に伸ばしとった髪の毛も切ってんぞ。だね。成人式終わったからって言って好き放題やっとんじゃねえぞ。やっぱ痛いな。お前、あなたちょっと頭おかしいんじゃないですか。いや、俺もおかしいと思ったんですよ。いや、おかしいと思うのは止めてくださいよ。ダメだ、あんたら同類だ。あんたまた髪の毛あるねんよ。ママなんか全然ないやん。一つもあんたウィッグでどうにかなるやろ。ウィッグ、あんただってウィッグでなるの。これどうするの。お前なんかいい感じしとる。マジでとっとめだって。どうも一休さんだ。ママはママや。出勤すればならもう甘さになるしこの家から出てくよ。やってもいいや。お前再生数のためにこれしたやろ。だって髪っていずれ伸びるやん。別に失うもんじゃないやん。生え変わるものやん。じゃあその生えるまでのその期間、もしかしたら一番大事な時期かもしれんやん。そうなのに、お前はそれを取ってんぞ。どうしてくれねんて。お前って目指せる、ね、これするのに1時間かかって、その間に心痛まんかったんか。全然痛まんねえ。みんなで楽しく授業受けるっていうのにお前はどうしてくれるか。こんな1ヶ月ちょっとで生え変わるわけねえやろ。お前みたいなネオニートじゃねえねんてや。社会性がある普通の人間ねん。戦国時代の侍みたい。うるせえな。戦国時代の侍がこんな若い女にもう綺麗しいやろ。いや、足軽兵や。自分が悪いことしてないって思ってないんよ。だからこんな人と住めんのおかしいんけど。一緒にでもね、友達外れたじゃない。いや、でも俺やったんじゃない、ケニーさんがやったやん。いや、ケニーさん本当ひどい。この人みんなから愛されて、みんなから仕事依頼されてんのに、今日で仕事なくなるかもしれない。
れないじゃないですか。これが一種のエンターテイメントっていうことを理解すればいいね。エンターテイメントとは常に人々の心の中にあるってこと知らないの？痛いな。こっちの方が可愛いと思うよ俺は。可愛くねえし。だって前はさ、顔がちっちゃいから顔が全部見えた方が美少女に見えると思うんだよね。高校大学になりそうだった時に好きなこと続ければいいよっつってママは間違いやったってことよ。いや大丈夫、あの時にお前の YouTube やめさせればよかった。今年の12月31日に僕は完全引退するので、もうそんなことはどうでもいいです、ね、それまでに全部うちらにこんだけ迷惑かけるっけ。そういうことです。12月31日までにうちら死んでしまうかもしれん。この世におらんかもしれん。お前のその一言一言が一番ムカつく。言っても喋んな。今喋ってないよ。口閉じろ。口ねえぞ。お前はただただ謝罪しろっつっとんげんで土下座しろ。あんた今まで何回か同じようなことしてきた。動画以外でも。いやお前何やその頭。ちょっとかわいそうやって。これお前女の子やぞ、女子やぞお前。今からこんな頭でお前学校行けるか。友達とこんな頭でお前坊さんやわ。お前何やったっけ、あの佐藤弱小にして何やったっけ、あれ瀬戸内弱小ね。瀬戸内弱小見てやがんや。俺はこんな頭になってもさっきのこと好きやよ。女社会の時にこんなことされてかわいそうだぞ。まあ意外しとれやおいな。あとあんた意外しとれや。こんなんでどこも行けんがいや。ゴミも出しに行け。近所の人にどんな目で見られる。ママなんで、あこの高畑の奥さんがなんか坊主になっとってハゲとったって言って笑い物になるわ。お前これ動画出してみせろ。そんなこと言わんでももう俺ら町内の笑い物や。だから動画出せやお前。私もこれ載せる。載せる。何笑ってるやったら。ママもう女終わりや。あんたがこんな子に育ったことが悲しいんや。いいことと悪いことの分別もつかんまま大人になってんよ。私の髪の毛のあたとったんか。綺麗な髪を保っときたいもんよ。こんな坊主になりたくない。俺も成人式終わってんじゃないよ。曲にいいし。ああもう。先着1名様に俺がドンキでウィッグ買ってきたよ。せっかくウィッグしたのにその反応なんや。この子学校行かんつってもオンライン授業でパソコンでみんなで顔見ながらするね。当てられた時も眉一人だけ大画面でこの容姿で映るんや。どう思うあんた、笑うやろ。ちょっとね頭おかしいと思う。ほらなんかお前がその頭おかしい女を仕立て上げてんだ。痛いな。今から前美容院行くわ。俺の行きつけの美容院の人に尋ねてあげるわ。お電話ありがとうございます。ヘアショップ L でございます。どのぐらいの長さになっちゃったかわからないけど、なお綺麗に整えてそのままにおるか透かすとかって話よね。バラバラにするかとか。どこまで行ったの。おでこの半分ぐらい。植毛とかできないですかね。植毛よりほらやるとしたらエクステとかやけど。ちなみにお母さんは丸坊主になったんですよ。ゴリになったんですけど、これは打開方法ありますか。何したのあんた。あらまたね。はい、すいません失礼します。もういいや、普通に切っちまえばいいやん。こうやって。何切ったの。やめろ。あ、バカ切った。視聴者さんの皆さんにも動画でつって迷惑かけとるわけやから、今からその格好で謝罪動画撮ればいいんじゃない。そしたら多分誠意が伝わると思うわ。何の謝罪よ。お前は謝罪しんねんけど、私は別に悪いことしらんもん。そう、俺が謝罪しんねんこと、あなたたち二人が謝罪してや。なんでお前のために謝罪しんねんって。で、その頭にしたら反省の色が伝わるやん。前の最愛の相手りょうたくんに電話かけます。電話使うのよ。ちょっと勝手に使うの。これ見て。髪の毛剃られちゃった。すごい、なんかお侍さんみたい。りょうたのフェラーリ乗りたかったに、こんなんで乗れん。いやちょっとそれはさすがに乗せらんないわ。もういいよ、もう侍みたいな、もうそんな女の子知らん。あれ切られた。もう終わりだ。おばさんやっつってもこんな髪の毛なくなったら女性としては扱われなくなるげんって。髪の毛生えるからって言ってちょっとその期間、大切な期間やったんにこんな状態になってまいん。どうすればいい。どうしてくれねんって。見てください。何。皆さん聞いてください。これは特殊メイクです。どういうこと。実はねこれね、中にね髪の毛があなたたちの入ってるんですよ。まだ切ってないってこと。そう、切ってないです。この子も私も。僕は特殊メイクなんです。まだ生きてます、髪の毛あなたたちの中に。どういうこと。じゃあこの、これ前の髪の毛じゃないの。そうや、お前の髪の毛じゃないよ。お前の髪の毛と一緒の材質のものをわざわざ用意した。ただその頭は全てプロスエイドっていう超強力な接着剤でつけてあるんや。丸2日半は絶対にこれ取れんやん。は？髪の毛はちゃんとあるってことやろ。何も支障はないんやの。いやないけど、ただリムーバーがないんや、接着剤落としの。だから60時間またなんで。そういうこと。それ持ってこんねん、ケンジさんは。忘れました。あ、なんで。そこまでするんやったら持ってきてや。なんで持ってこんわ。いや持ってこなくていいって言われて。被し物もされて一緒な工程をされてるわけないに、お前気づかんで。なんか似たような感覚ないって俺聞いてやん。でも全くお前は何も言わんだ。そういうこと。やからあんなに聞いとったん。そう。でも髪の毛今回あったしなおさらそう思ったんだ。今から手取りの餌買いに行かんねんよ。買わんかったらあの頃あんねん。今日お腹空かせとるねんよ。じゃあ行かんないやったらもうスーパー行こう。あんた買ってこいよ。いやいや俺絶対買いに行かん。ママこんな頭でけんわ。あなたの運転でしか僕行きません。触っても皮膚にしか感じにね。俺まで騙されましたよ。だってリムーバー持ってこなくていいですっていうか、持ってんだと思ったんですもん。接着剤持ってこなくていいって言ったもん。もうそのいらんもんだって。この人らには、この二人はこの状態で生活してほしい。もう素の顔を世間にさらしてほしい。皆さん頑張ってください。僕は東京に帰ります。ふざけんなクソ野郎。すいません。だからめっちゃ嬉しそうに帰ってたけど。もう帰ったんかな。帰ったわ。あ、すいません、タクシー代もらっていいですか。この前呼んでタクシー代よこせ。自分で帰れやがれ。
2500円会社。自分で帰れ。もう絶対お金ないんだよな。もう早く東京帰れ。はい、それではドライブ中です。外出中です。この頭と髪で。信号で止まったらさっきね、横断歩道のとこでみんなこっち振り向いて笑っとったよ。前の頭はここ隠せばまだ大丈夫や。ママなんて隠しようないねんよ。帽子持ってくるの忘れたもんね。ここ隠せば楽勝だよ。出ろ、まいちゃん。いやー、恥ずかしくないのお母さん。恥ずかしいわいね。もう下向いてしか歩けんわ。下向いたら余計見えるやん。あ、じゃあ上向く、こうやって。こうやって上向けばいいがんけ、こうやって。一人量のせいや、全部。あ、いちご育てたい、いちごセット買おうや。ねえ、人めっちゃおるやん、目の前に。肖像権の関係で見せられませんが、人が5人います、今。で、ママこうやって行くわ。恥ずかしいし。ママもこうやって行くと。ダメやって。楽しくない買い物。恥ずかしいだけや。もう帰るよ。こんな落ち武者みたいな人が幽霊やと思われるわ。落ち武者ならいいよ、ママなんてハゲ坊主やしな。いいや、ハゲ坊主の方がいいっていうさ。みたいで、私はお寺で仏教を唱えてますって言っとればいいだけやん。それ言っていいことと悪いことあるやろ。ママだって傷ついとるのに、何やそれ、仏教唱えとればいいとか。恥ずかしい、恥ずかしい、来とるって。もう行くよ。何恥ずかしい。もう行くよ。恥ずかしい、見とるないね。もう行って。次は公園に着きました。公園で何する、痛い、子供がおるよ。まえちゃん、怖いお姉ちゃんじゃないからね。みんな今年で21歳になります。そんな私は今から滑り台に乗ります。行くぞ。滑り台を滑りたいと思います。みんな私のこと怖がらないでね。どっから登ったのお前。階段から登るや。それとはイグニッション。2ハゲ、3ハゲ、4ハゲ。ハゲが来るぞ。大丈夫かお母さん。大丈夫。俺たいのお前のせいや全部。俺のピーナッツ。それでは皆さん、ハゲになっても強く生きていく心を持って、私たちと一緒に未来を歩んでいきましょうということで、今日の企画はこれで終わりということでございます。それでは行きます。ハゲピカピーナッツ。儚い壁